国鉄9550形状機器官社車輪配置。2から8から0は1軸、先は4軸動輪で構成されるものを指す。アメリカ式分類での相性はコンソリデーション。2から8から0という車輪配置は、アメリカのペンシルバニア鉄道の主任技術者、ジョン・レアードが最初に作ったとされているが、これは0から8から0に先、和をつけただけのものであった。 1865年、同じくアメリカのリーハイバレー鉄道主任技術者のアレクサンダー・ミッチェルは、すでに完成されていたモーガルの技術を応用し、左右の先輪と第一導輪、左の第二から四導輪、右の第二から四導輪のそれぞれを、イコイライザーで繋いで3点指示にしたものを、ボールドウィン社に製作させ、1866年に完成した。この形式はからからより、 高速走行が可能で、動輪数が多いので動輪が3軸以下の機関車より、牽引力も強くできたことから1870年代頃から脚光を浴び始め、アメリカでは1950年までに輸出用を含め3万3000両も製造され、貨物用機関車として最もポピュラーで重要な地位を占めた。輪がない形式ではあるが、貨物用で動輪が小さいことから動輪上に、 高画質を置いて、高化質にした形式も製造され、日本にも輸入された、ボールドウィン社の10から 30E 型のように、同型同士でも、強化質と高化質の双方のタイプが製造されていた、ケースもある。なお、蒸気のようにメジャーな形式であったため、アメリカの土木技術者、セオドア・クーパーが1894年に考案した、鉄道の橋梁における、 荷重計算ではこの車輪配置の機関車が10連で走る時のモデルで計算がなされている。ありがとうございます。